明石ドライビングスクールの、練習の一コマというかアドバイスの紹介をさせていただきます。私もペーパードライバー専門のドライビングスクールを開設して今年で25年目になるんですが、まあ、内容は、まあ、基本的には変わらないんですけど、ちょっとずつアドバイス の仕方も変わってます。今現時点、平成26年の今3月ですね。今私が思う一番の運転が速く上手くなるために必要な方法というのを紹介します。人馬一体という言葉にもして人車一体ということをよく言うんですが、まあ、人と馬が一体になる、まあ、車も一緒ですね。車と人が一体になって初めてスムーズに動くわけですが、まあ、言葉はと結果は一緒なんですけど、内容は全然違うわけですね。人馬一体というのは馬というのはやっぱり馬は生き物ですから、そこに意志が働くわけ、意志があるわけです。馬の意志があるわけですね。まあ、馬はもう乗り手が下手か上手いか、上手なんか、どれぐらいの経験なんか、もう近づいてくるだけでも分かると思うんです。まあ、さから、ある程度訓練しないとすぐに馬に舐められてしまうわけですね。思うように動いてくれない。しかし車はもちろんものですから、そこに意志は存在しないわけです。ということはどういうことかというと、もう超ベテランでも今日生まれて初めてこの運転席に座った人でも、座った瞬間にもう人車一体なわけですね。全く一体になってるわけです。要は車には意志がないから車が勝手に動いたりしないわけですね。ベテランの人はスイスイ走るけど、初心者の人はフラフラしてしまう。どこが違うかというと、車の動きが違うのではなくて、自分がまっすぐに自分がフラフラしてるから車がフラフラするわけですね。ということは、うまくなろうと思えば、自分が道に対してまっすぐに移動できれば、もう初めて乗った人でもすぐにまっすぐ走れるわけです。曲がる時も道に沿ってこういうカーブにコーナーに沿って自分がそういうふうに歩いていく時と同じようにうまく移動すれば、動いていけば、それが正しい車の動きになってるわけです。初心者の人はどうしてもこう車をなんとかしようとしてしまうわけですね。こう大きいからいうことがあって、左一強から右に直そう、右一強から左に直そう、目線がキョロキョロして車の動きばっかりこう見てしまって車に振り回されるわけです。自分がまっすぐに向こうに道に歩いていくときとこう同じ意識で行けば車もまっすぐ走ってるわけですね。で、まっすぐ行くときはもう近く見ても遠く見ても一緒ですから、そんなにこうフラフラもしにくいんですが、問題は曲がるときですね。曲がるときもどうしても初心者の人はこう車を左にやろうとして、こう車の動いてる方向を見てるのが長いんですね。曲がる前にやっぱり顔が向こうに向かないとダメなわけですね。で、まあ、見方が上手くなれば運転が上手くなるといつも言ってるわけですけど、その見方を上手くできるようになるためにどうしたらいいかといって、やっぱり体をそのまま向けてほしい、向ける練習をしてほしいわけです。そのためにはどうしたらいいかというと、この肩からですね、肩から左行くときはもうコーナーが近づいたらぐっとこう口入れてほしいわけですね。この肘が特に大事ですね。こう肩と肘がこっち向ければもう嫌顔でも体がこっち、顔が向くわけです。そうでないとこういう姿勢になって車を左やろうと、これは正しい目線にはなってないわけですよ。こう前見通るわけですね。こっちを正しく見れてないわけです。顔が向いてないわけです。ということは車も正しくはいかないですから。こうですね。これが大事ですね。でも体ごとも向かってほしいわけで、メールとこでもう確認はすればいいわけですから。でも曲がりかけたらもう車をほっといて体を起こすわけですね。今までの動画でも同じこと言ってるわけですけど、とにかくもう運転姿勢が全てだと思ってください。で、脇を締めて戻すときもこう、まあ交差させて戻すときもこうやね、上だけでさばいてほしいわけですね。自分がまっすぐですよ。もう大きい幅で体が大きくなったと思えばいいわけですよね。で、今度右へ行くときはもうこうやって顎を突き出して、車をこうじゃなくてもうこの肘、肩からこっち入れるわけですね。こう向けてほしいわけですね。無理やり向けてほしいわけです。なら 目がこっち向くわけですから、で、体がそこへこう行けばいいわけですね。体の動きがそのまま車の動きですから、
で、まっすぐになりかけたらもう遠くを見てね。で、また自分がまっすぐになればいいわけですよ。もう免許を持ってなくて、ここに運転席座ってこれから免許を取ろうという人も、もう乗った瞬間に人車一体ですから、もう車はどうのこうのじゃなくて、体を行きたい方向へ向けていけばいいわけですね。体がフラフラしなければいいわけですから。で、そのために必要、大事なのがこの肘ですね。左行くときはこうですよ、まっすぐ。で、戻すときはこの上でさばいてほしいね。左に曲がるときはもう早い目に、もう顔を向けるためにこの肩、右肩からこう入れて、この肘、この肘を支点にして、これがもうすごく大事です。それが今25年目にして強く思うようになりました。だから今は練習する時も体の動きをすごくアドバイスしてます。もう体を向けてほしい、体を使ってほしいということです。この肘ですね。右行く時は右ですよ。この肘をグッと入れる。これはカーブでも一緒ですね。全部一緒です。こういう姿勢が大事ですね。こっち行く時はこう。こっち行くときはこう、ほんなら顔が向くわけですね。体が行けばいいわけですから。もう騙されたとつもりで、ちょっとこれをやってみてください。こっち行くときは、もうベテランの人でも一緒ですね。この肘、これを支点にして肘を中に絞る。ほんなら姿勢がシャキッとしますから、車も安定してきます。体が安定してきたら、体の動きや道に対して安定してきたら、車も走行も安定しているということですね。姿勢が悪くて、このあなた、あのあなたしたら、車もフラ、あっちフラ、こっちフラフラしているということですね。もう。姿勢が良くなれば、目線も良くなっている。そのためには、目線を良くするためには、まず姿勢を意識した方が早く上手くなりますね。こっち行くときはこうですよ、こう。で、この構えというのは、もうボクシングのファイティングポーズと一緒やね。これが基本ですね。このまま持って、でも最初はちょっとぐらい前傾の方がいいですね。体ごと突っ込んでいくというか、体がいくわけですから。で、慣れてきたらちょっとずつ起こしていけばいいですね。まず自分が有意識になってほしい。もう体ごと突っ込んでいくんですよ、こうやって、もう先々見てね。で、体勢座り直してもうこうやね。で、常にこのポーズ忘れないように、ここへ構えることが大事ですね。私も3年ぐらい前から卓球をし始めたんですけど、やっぱりこの最初のこの構えに戻ることがすごく大事だといつもコーチの人に言われてます。車も一緒やね。もう曲がった後はスッとこの構え、スッとこの構えに戻ってほしい。絶えずこの、それを意識して練習してもらったら、道に対して体がスムーズに動くようになれば、もう車もちゃんと動いてますから。そのためにはこの肘が一番大事。肘がこっち、右へ行くときは右に入れる。この肘をグッと入れるんですよ。で、左に曲がるときは右の肘を、もう肩から、右の肩からグッと入れる。体を向けるんですね。で、もう体ごと突っ込んでいくよね。まあ、一度騙されたと思って、ちょっとそれをやってみてください。体の動きが全てです。一応これが大事ですから、こうやね。で、こうで回すときはこうやって回してもらって、で、こうやね、体ごといく、こうこうこう、こっち行くときはこうですね。こっち行くときはこう。この練習を大事にしてほしいですね。こうですね。こっち行ってこうやね。で、脇を締めて、肘を絞って、こう、常にこの姿勢戻す。常にこの姿勢ね、この姿勢戻す。こう、ついていく姿勢ですね。こっち行くときはこう、こう、これを、で、これが8やから、こう逆8やね。まあ、こうやって回す。
くなっています。肘が、この肘が支点ですね。肘が支点、この肘が支点、違う、これだけでも体がシャキッとしますからだいぶ違いますね。これが大事、この肘が支点、これが肘が支点、これを大切にしてください。 OK。